皆さんこんにちは、モンチャンネルのデカモンチです。今日はブレーキパッドの交換をやってみたいと思います。では作業開始。今回用意したブレーキパッドはこちらですね。ネットでね、1500円ぐらいのブレーキパッドですね。見えますかね。はい、品番こちらですね。はい、必要な工具はメガネレンチ、このキャリパーのピストを戻すやつですね、とこのブレーキパッドのグリス使います。じゃあ早速やっていきましょう。ではまずタイヤ外したらこんな感じでキャリパー出てきますんで、ここね、ここのボルトを外していきます。はい、こんな感じでボルト抜きますね。抜くとあとはもうこのキャリパーフリーになるんで、引っ張ってあげるとこんな感じで取れます。でこれがブレーキパッドですね。見えますかね、これですよ。でこれを取ってあげます。引っ張るだけで取れますんでね。はい、こんな感じで取れますね。片側もよいしょ。はい、こんな感じで外していきます。一応新しいパッドにここについてるこのね、薄いねプレートみたいな、これシムって言うんですけど、このシムを新しいパッドに取り付けていきます。でこのシムはちょっとね、こうやって引っ張ってあげるだけで取れますんで、はい、こんな感じですね。これでシム取れましたね。で一応この前についてたこのグリスを一応きれいに拭き取ってあげます。まあ、こんな感じである程度きれいにしてあげます。そしたらこの新しいパッドにこのシムをこんな感じでつけていくんですけれども、まあ、この辺にまたね新しいグリスを塗ってあげます。ちなみに塗る場所は見えますかね。あ、見えるな。このピストンが当たってる場所が後になってるんで、ここに塗ってあげます。はい、じゃあこんな感じで塗ったんで、あとはこれにこうつけていきますね。よっ、パチッと。はい、まあ、こんな感じですね。じゃあもう一枚やっていきましょうね。これで交換の準備完了です。それではね、こっちにつけていきたいと思います。で新しいパッドをつける前は必ずこのピストンを戻してあげます。というのはパッドがね、当然新しいんで厚みが増すんでね、この状態だと新しいパッドつけた時にここのディスクブレーキのところにこうしっかり入らないので、必ずこれを戻してあげます。戻すのはこれですね。これを使って戻していきます。はい、ピストンを戻す時はここのリザーブタンクのね、この蓋は必ず取っておいてください。このブレーキフルードを漏れてくるといけないんで、下の方に布とかいらないウエスなんかを、まあ、敷いておくと優しいですね。こんな感じで、ね、ピストンとこっち側の間に挟んだら、あとはねこれを回すだけでここが戻っていきますんで、はい、こんな感じで全部戻してあげます。取り付ける前にこの辺のピストンの当たり面とかもしっかりね、きれいに掃除してあげましょう。はい、それじゃあ清掃完了しましたんで、あとは新しいパッドをつけていきます。はい、こんな感じで取り付け完了しました。あとはこのピストンをこんな感じで戻してあげて、こんな感じでね、あとはこのボルトを戻していきます。はい、と、まあこんな感じで交換完了しました。交換終わったら必ずね、あの走る前にブレーキペダルをふみふみしておいてください。いざね、走り出した時にやっべ、ブレーキ気がねとかってなりますんで、必ずやっといてくださいね。本日もご視聴ありがとうございます。それでは今日のモンチャンネル、今日はこの辺で。では